お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロイヤルやってくんすけど、8300行きましたねっていうので、ちょっと遅くなったというか、8300に行ったのも1日ぐらい前なんですけども、はい、なんでちょっと前にね、もうグローバルマジ24位とかだったかな、そんぐらいの順位で8300行きましたってだけで、このね、新カードがね、たまたまですね、たまたまこのロイフとめちゃくちゃ合うって感じですね。なんかいろんなデッキに入るかって言われるとすごい際どいラインなんですけど、たまたまね、この流行っているロイフの助の枠がこれになってるって感じで、行きました。なんで、まあリプレイを今日は4本ほど見せたいなと思います。迫撃ホグと、まあこのヒーラー、ジンギーとスケラとバルーンかな。で、最初まあバルーンから見ていこうかなと思います。で、ちょっと生マルチやりたいんですけど、まあ、沼った時に上げる時間もないし、もうリーグがね、この動画上がってる次の日かな、4月5日から、クララリーグ開幕します、イースト。で、もうポノスはもう1戦目ですね。なんか、4月4日の試合が1回なくなって、こう違うところに回っちゃったので、僕らポノスが4月5日の試合だったので、まあそこね、しかも5日の1試合目が僕らなんで、まああの、あれっすね。なんて言うんだっけ。こう、開幕戦っていうのかな、まあよくわかんないですけど、最初の最初が僕らなんで、応援してもらえるとね、いいかなと思います。といったところで、まあマルチもやりたいんですけど、まあマルチやりつつ、マルチはあれっすね。まあこう、みんなでフレバトとか、まあいろいろ作戦とか立てたりしてる。これ見て、ヒースピのおかげでマジでぶっ刺さってるから。これディガー来るのわかりますね。反対読みディガー来るので、ワンテンポ待ってから反対を出します。なんかこれバルーン相手にするときは皆さん気をつけてください。マジで逆にバルーン使う人は、今みたいな位置に適当にディガー飛ばせば、なんかマスケであったり、なんかハンターだったりなんかが釣れちゃうので。はい、バルーン使う人はあの位置にディガー飛ばしたり、バルーン相手にするときは皆さん気をつけましょう。はい、というわけで、なんか話してましたね。何話してたっけ。試合があるんで、応援してください。そうですね。マルチやりたいんですけど、そうですね。やっぱ試合になると相手の対策とかもありますし、いろいろね、まあ、やることもあるんで、まあ、そういった面で、ね、みんなで練習してて、よし、休憩するか。で、ちょっとね、練習の休憩でクラロワするっていうのがね、僕らのまあ日課にはなってるんですけど。なんで、休憩のマルチを、やって、トロが上がれば、動画になっていきます。はい。っていう風な感じで。ここちょっと良くないですね。これ絶対攻め取るんで来るっていうの分かってるのに、ハンター出しちゃいましたね。これ。ついね、ついニット出しちゃいましたね。これによって1本折られちゃったので、これもうワンテンポぐらい遅ければ、まあワンチャンバルーンは入ってたかもしれないですけど、ハンター残ってたと思うので、まあここちょっとね、良くないハンター展開だったかなと思いますね。さっき我慢できたのに、今回我慢できなかったって感じですね。まあここ相手頑張って防衛しますけど、結局、ウッドで。まあ削り切れるよねっていう感じっすね。で、僕のタワー、巨石にやっぱ竹取られると、厄介というか、こう、バルーンディガーとかされちゃうので、キョスケを基本的に、こう、タワーに竹取らせないように、こっから立ち回っていきますね。これ、やばくないですか？回復量、えげついんですよね。で、クエイクまで打って、で、このデスラもなんか、邪魔じゃないですか、これ。壊しますね。壊しつつ、で、こっからですね、キョスケバルーントゥントゥンは、さすがに、できないと思うので、こんな感じでね、もう、キョスケ、バルーン、まあ、11コスかかるんでね、キョスケを、こう、自分のタワーが竹取らないようにね、もう永遠に、足止めしてます。足止めしつつ、攻めつつ、これですね。で、こういう時にバルーン来ても、こう、まあ、バルーンとディガーだけなので、この、なんだろうな、竹を取るユニットがいないっていうところで、バルーンを早くね、処理することができます。で、まあ、ここは、守って、でもあとはなんかロイフグとクエグとヒールスピリット飛ばすだけですね。なんかロイフグの後ろか、まあここは多分横に辺に出すんですけど、ヒールスピ出しとくだけで、こう回復してくれるんでね、強いですね。もう基本的になんか6コスのユニット投げてるよみたいな感じで、ロイフグヒールスピ飛ばしてクエグ打つみたいなイメージですかね。
まあ、相手がウッドとか持ってるならば一回飛ばさないとかすごい大事だと思いますけど、でここ橋前マジェッチャーもやってますね。はい、というわけで、まあ、バルーンディガーですね、ハンターを使うときとか、まあ、ソラユニット使うときは相手のディガーがどこに落ちてくるかわからないので気をつけましょうといったところですね。はい、ちょっとね、まあ、この試合はと余裕でしたね、多分。このデッキ今強いんですよね。グロー、世界1位、2位、3位、このデッキみたいな感じです。っていうか、世界トップ9ですね。トップ9のうちの、5人ぐらいが、世界トップ9の5人ぐらいが、このヒール、スピリット、ロイホグで、残りの4人が、チエンスケラっていう、アイスイズプラスベビドラプラス、まあ、ナイトプラスボムタワーのトルネポイズンのあのデッキですね。なんでトップ9が同じデッキ、その2つのデッキでそこを占められてるっていうので、まあその2強かなっていうのはね、今はちょっとありますね。まあ、なんすけど、まだクロスもちょっと多いですね。あとラバルか。クロスとラバルが、まあそれに続いてちょっといるかなっていう、まあ、イメージがありますね。はい。まあ、今季ちょっと上がりたいですね。月曜日がフィニッシュで、まあ、僕らが日曜日試合なので、そうですね。日曜日試合で月曜最終なので、もう試合に勝ってね、みんなでこう、一気にトロを上げたいです。が、負けるとマジでね、トロどん底まで落ちちゃいそうですね。そういうの良くないですね。もうそういうの考えるのが良くない。僕らも勝って、気分よくね、トロを上げて、いい感じの順位で、ね、フィニッシュしたいですね。あ、これアイゴロでベビのタグ取れてないの痛いですね。まあ、スケラーは基本的に、まあ、ジアチャプラスの、まあ、なんか、上を抑えるやつでね。守っていくと、守れますね。で、ちょっとやばいな。めちゃくちゃ喉乾いた。基本的にね、僕、家に飲み物がやっぱないんですよね。なんか飲み物がないんで、まあ、たまに、買うんですけど、スーパーで買うんですけど、まあ飲み物、お茶とジュースと買うんですけど、やっぱすぐなくなっちゃうんで、ちょっと今飲み物がないんです。今お茶しかないんですよね。お茶しかなくて、お茶でええやんって感じなんですけど、僕めっちゃジュース好きなんですよ、マジで。本当に。いや、結構子供なんですけど、そういうとこが本当に。マジで、昔からすごいジュース好きで、まあお茶も全然嫌いとかではないんですけど、なんかもう一日中お茶だけで過ごせって言われると、これはね結構厳しいですね。本当に厳しい。そんぐらいちょっとジュース大好きなんですよね。なんでもうまあ健康じゃないみたいな言われるかもしれないんですけど、いやそういうの良くないとか言われるかもしれないんですけど、いやまあ僕にとってね、ジュース飲まずにお茶だけでこう生活するのがもう不健康ですね。体に悪いですね、僕にとっては。まあ、そんぐらいちょっとね、今ジュースを飲みたいんですが、お茶しかないの。しかもこう今夜3時ぐらいに動画撮っていて、夜3時に飲み物買いに行こうと思います？思わないですよね。眠いですもん。もう寝たいですもんね、僕だって。で、気づけばやべえ、明日の動画ねえと思いつつ、さすがに動画あげたいよねって思って、まあ、今動画撮ってるんですけど、まあ、気づけばね、圧勝ですね。これ相手がミニペー受けがきついんですよね。最近ミニペーが多い中で、そのミニペ受けがきついくて上がってるデッキでもこのバグって言ったらすごい人ですね。はい、ということでヒーラー陣形付き合っていきます。なんでアマゾンでさっきジュースをポチりましたね。アマゾンで飲み物買うやつおんのって感じなんですけど、めっちゃ便利じゃないですかあれ。なんかたまになんか買いますけど、ゼノっていうこうカードゲームみたいなのもアマゾンで買いましたし、コーラの30缶と三ツ矢サイダー30缶をさっきアマゾンでポチりましたね。はい、たまたま余ってるギフトカードなんか余ってたので残高がね、はい、ジュース60缶頼んじゃいましたね。いやー、これ明日か明後日ぐらいに届くんで僕は非常に楽しみですね。早くジュースが飲みたいですね。っていうちょっとね、どうでもいいかもしれないんですけど、そんな話をしつつで、今回ね、この試合ね、こう、ちょっと大事なことをね、また言おうと思うんですけど、こう僕のこのロイフグデッキって、クエイクウッドなんで、相手の施設とか突破できるんですけど、こう、言ったらファイボとかポイズンとかライトニングとか、そしたらまたディガーとかもないので、相手のマジックアーチャーとか、エレキとか、まあ、もしウィザードとか、
だからアイスイズとか、ああいう系の遠距離の後ろの HP 高いユニットを、まあ、処理できる呪文がね、ないんですよね。なんで、そう、相手のユニットがやっぱ溜まってしまうっていうのが、まあ、このデッキの辛いところ、例えばゴレの後衛とかが止まんないみたいな感じがあるんですけど、ここ見てほしいんですけど、多分クエイク打ちますね。まあこれマジアチャだからっていうのもあるんですけど、まあマジアチャ以外にはもう打たないかもしれないな、でも。マジアチャにはね、あれ打ってね、ちょっと待って。マジアチャは、あの、クエイクウッドプラスマジックアーチャーの、あの、射抜き一発で処理するイメージですね。とかもうクエイクですね。マジックアーチャーはクエイクプラスのマジアチャで処理するっていうのをこう覚えておいてもらえると結構、まあこのデッキ僕はすごいおすすめなんで使う時にね、意識してもらえればいいんですけど、でこれ多分ね2枚出したんですけど、1枚とヒールスピリットで耐えれましたね。まあでもこれは攻めミニペになって、まあいい感じと。でこの相手のラブライドうまいですね。ミニペを止めつつ攻めにもね繋げていく。で僕もまあ守るからなかったんで攻めてるって感じですね。で僕の方がダメージを稼ぐ。あれちょっと待って、僕の言ってることは全然違うな。まあ相手のマジアチャがちょっと前にいる時に僕のコストが、てか相手がマジアチャ出したタイミングで僕のコストがエリアードちょっと取られてるんで、あんましてないんですけど、相手が僕と一緒のコストの時に後ろからケツマジアチャした時に、同タイミングでケツマジアチャを合わせると延命対決がむずくなってしまうんですね。これなんかそう、基本的にムートとかの方が延命やっぱ強くなっちゃうんで、延命勝てなくなっちゃうんですよ。なんで基本的に相手がケツマジアチャですね、同コストの時にすると基本的にクエイクでねマジックアーチャーを対応していきます。そしてまあ時間潰しするみたいな。これ見てヒースピ、あは生きててか死んでないやんかい。さあという感じでこの対決はねちょっと大変になってきますけど、まあ、相手も相手でローフグとミニペイクがやっぱきついっていうので、基本的にこうですね、ファイブボーイしてくるっていう感じですね。で僕が防衛をミスらなければ結構勝てますね。ここですね、こういうところとかに多分もうクエイクって相手のマジックアーチャーの HP を消していきますね。でウッドで、そうもうこれだとミリ残りになるんで、でこのユナは多分許容しますね。はい、そんな風な感じで、マジックアーチャーはクエイクでね、処理するっていうイメージを持っておくと結構いいかなと思います。あー、で、E5 ですね。で、このムートもちょっと厄介。で、多分クエイク打つかな。まあ、削りつつの、そうですね、クエイク打って、で、このマジアーチャーですね。で、これ射抜いていくと。これ、アイゴレで止めるのがちょっと早い。あー、そう、射抜けてますね。あー、OK。まあ、そんな感じで、クエイクプラスマジアーチャーの射抜きで、相手のマジアーチャーを処理していけよーと。でこれはまあファイボボーに使わせるイメージですかね。ヒースピはそんな活躍していませんが、まあ1コスなんでね。で、これもまた射抜きたいですね。射抜くイメージをして1列に並ばせてあげて、そうですね。で、ヒースピを加えてあげて、なんですけど、突破される。いや、これちょっと怖いですね。あの、ムートが、しかも E5 なの。泣きたい。やばい。リプレイ見てるのにめちゃくちゃ緊張する。やべ、待って。耐えて、俺。えうい。こえー。よく耐えましたね。よく耐えましたね。これは自分でもびっくりですね。今見てて。ちょっとまあ危なかったですけど、こうミニペッカで防衛してるときに、ミニペがちょっとね、ミニペを出してからヒースピックを出してやってあげると、ちょっとミニペがダメージ受けたのも回復とかしちゃうんでね。まあそんなような感じで、ヒースピちょっとね、使い方すごい大事ですね。1コスなんですけど、こう、場面にもよりますけども、活躍するときはもうえぐいですね。もう本当に3、4コスぐらいの活躍をしてくれますね。まあ逆に活躍しないときは活躍しないんですけど、まあ1コスなんでね、別にそれはいいかなっていう感じですね。で、相手のね、これ迫撃の位置が特徴的なんですよ、マジで。まあ、マジアチャで多分射抜かれない位置説があるんですよね。っていうのを相手は、意識してあそこに置いてるのかなとも思いつつ、さあヒースピを加えてミニペ回復するが、まあここはロイフグも回復ついでにしてね、ロイフグが刺さってるよーっていう感じですね。はい、まあちょっとあれっすね、あれなんもね特に話すこともね、この迫撃だと多分マジアチャーで射抜けないかな、射抜けないですね。ギリ届かないですね、多分。
ていう、こう、絶妙な位置ですね。でも相手分かっておいてますね、ここに。普通の場所っていうか、端のところに置いちゃうと、なんか、アイゴレでね、竹取られつつ、マジアチャで射抜かれたりとかも、やっぱ、クロスとか、反撃を使ってる人だと、まあ、よくわかると思うんですけど、まあ、その警戒ですね。で、この日、スピを見てもらえるとやばくないですか？あんなに減ってたマジアチャの HP、今、全回復しましたからね。で、ダメージ結構与えていくっていう。これ強いですね。マジックアーチ相手が小物で対応してくる時のヒゲスピが思った以上に強いですね。突破してくれてダメージも稼いでくれて。で、ここまあホグ来るだろうなぁと思いつつ、いやー逆サイ、これがうまいですね。逆サイホグはコストがないので、まあ、遅れて対応せざるを得ないですよね。で、あいこれつけたのかなこれ。あーつけてますね。で、多分ギャングか受けてくるだろう。ウッドを転がす。そうっすね。で、やりゴブ。いや、位置がね、うまいですね。このやりゴブの位置が。で、ヒースピの回復は、そっちかーいって感じですね。さあ、で、またこっから多分、ローフグ一回飛ばして、迫撃のタギをローフグで取って、クエイクで処理か。そうですね。こんな感じでやると、一発も入らない。で、このホグも、コウモリいますけど、ミニペだけで守れますので、これ、ミニペちょっとね、反応遅かったんで、一発入っちゃいましたが。よいしょ。で、ちょっとミニペがね、歩いていくときに僕結構高めマジェチャをしていくと思いますね、こっから。この今の相手の迫撃は、ロイホグとマジェチャの位置を固めてファイボで処理する迫撃でちょっと上手いですね。こっからかな、コストがちょっとないか、でも。マジェチャ多分出す、まあ、出しますね。相手が高めにやりゴブとかで受けてきたら、それ今処理できたんですけど、相手もマジェチャのことを考えていい位置にね。ヤリゴブリンを置いていきましたね。ソロヨグで竹取りつつ、迫撃をね、抑えていく。これいいですね。迫撃置かれたら、基本的に逆サイロヨグ飛ばして、まあ、クエイクかマジアチャで処理みたいな。結構おすすめですね。さあ、という、まあ、残りね、ちょっと厳しい試合っぽいですが、マジアチャで、まあ、ファイボ巻き込まれないようにするんですけど、迫撃の位置がね、もうマジアチャとロイフグを一緒にファイブで処理したいっていう位置なんですよね。僕はもう今から削ってますね。で、ここね、これ、こういうアイゴレハンターミニペにヒースピをつけるだけで、もうね、なんか、あ、ヒースピつけてねえやんけ、俺。ちょっと待って。いや、でもいい。さ、ヒースピつける。もうこれつけるとちょっと厄介ですよね。つけて、マジックアーチャーがめっちゃ入る。マジアチャじゃなくても逆思いっきり削ってますけどね、僕は。これあともクエイク圏内ですね。クエイク思ってる以上に火力あるんで、最後もう1000ぐらいになったらクエイクウッド削りまでありますね。さあ、こっからはもう耐えますね。気合の耐えでクエイク待って、まあ勝ちと。言ったところで、まあ振り返るならば、迫撃置かれたら逆サイローフグを基本的に飛ばす。かな、基本的にターゲット飛ばしますね。なんかミニペッカとかで受けるとかいうよりは、ロイホグでね、攻めロイホグで相手の攻め迫撃を受けて、こう、あのね、攻撃は最大の防御みたいな感じかなと思ってもらえればいいんじゃないかなというわけで、4本ぐらい見せたんですけど、まあちょっとでも参考になればね、いいかなと思います。対バルーン戦であったり、まあ対マジアチャ、そして対迫撃ですね。はい、皆さん、良ければね、参考になればいいかなと思います。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントもね、お願いします。では、リーグ頑張ります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。